さあ、二軍棒チームはランダムなので、普通に先方候補決める必要がない。コンパニ選択をして、さあ、ドラボタンを押すのは、なる。え？あずきめとか、え、じゃんけんしてないの？まあ、じゃんけんして交換すればいいんじゃない？さあ、なんでもいい。押すのは、セイガー。さあ、テイガー見てから、ジン余裕でした。出てくるのは、アルジン。しかし、ジン顔もきついんじゃないか、これは。どっこいどっこいか。さあ、画面がすごい緑色。開幕は、歩いてる。歩いてる。2駅さんで、6B ガールズの、5B の。6B、距離取って、主導権。さあ、B 吹雪から、2D で白くしてきて、5D。さあ、ドラは抜けている。せっかちにつなげて、の、6D の、2D が当たらない。さあ、5D、主導権が後々ついてくるような形になってる。5D、カウントさせの、さあ、J は、勝利で暴れの、6D の、B 吹雪。きれいと、さあ、出たため、バック2には当たってしまって、6D の、6B、B 吹雪。6D から、え、ひょ多分漏れてしまった。多分、あの、ジャンプ JNC がある影響に漏れてしまったんでしょう。6B の、投げ、見えてる。5D、3D から、5D の、5D の。さあ、ランダム二軍棒側、ちょっとやりにくいだな。2A タイク、うまい。アズミから、6B の、これだ。2D で、止めなっちゃう。2A には、暴れの、さあ、バラ繋がっている。アトミック、ガジェットじゃんけん。インパラ選択肢。しかし、ジンガー飛んでいる。さあ、これは、総衝撃の 6D の火を消すい。さあ、火を消すいで、一本取ったのはアルジン。ナイランド。さあ、開幕 6B。そうなんですよね。開幕 5C に対して、開幕 6B 側、テイガーやると、なんと、6B カウンターヒットします。さあ、金も見てからガード言うでした。画面見てる。さあ、J の、さあ、これで出したか変な軌道を描いて、吸えない。これは、A ドラ ?B ドラ。ガジェットじゃんけん。さあ、J の、B ドラ。ガンダス 6B、よく引かない。よく引かない。T で暴れて。とりあえず、ワンセット。立て立て 5B のアクリスクこれだと拾えないジェシー 2D の 5D ジェシー当たるが主導権心をつくれる 6D ガンダス四隅 2A の 6B のさあ暴れてあっとラピアンフォローが 2B 出してしまってホイールさせよく今まで生き延びられたものだ最終ラウンド主導権条件形 B から 2B 当たるが人確認はできていない 5B の投げ見えてる 5C のさあ J クテク結構強い J の JB 当たらないでさあカウンターヒットしないため青色になっているが背中裏コンボキンバー 6C 取り切れてない縦暴れる縦が強い 5D の冷気を誘って 5C6C から LL つなげていく2D 地面 3.3K の 5D 変な風に揺れ回って J かなさあ 5B がしゃがみくらいだったが 6B になってしまって 6D の JNCJC の画面8段条件を置いてさあガジェットは飛んで様子見している 5D のさあ B でも当たってバーツがないさあ画面8段ウクミグルコーチェ、空抜け入って、5C が、それレイチェルと、テイガールート。さあ、アトミック、当たらないかえ、何それさあ、裏回りめくり。そう、いいネタ、いいネタ。いや、もちろん見えたわ。いや、いいネタでした。勝ったのは、ランダム二軍棒。さあ、準決勝第2試合、大将戦。出てくるのは、ナルバングと、あれあ、バングだっけあ、違ったよ。そうだよね。うん。一瞬、あれバングじゃねって思ったら、かけたぞま。あ、飛ばせない。椿。
今日はよく間違える日。さあ始まって、さあスパイクはどう対処するか見せてもらいましょう。ダメなんだね、距離で暴れる、カウンターヒットしていない。スタンジーぶっ込んで逃げる、捉えられている。 2.4K ジェシーのお見せね、ジェシー小腹切りは上流ジェミー、ジェシーさあちゃんと画面見てる、 D まで繋げーの、さあエリアルできてる、 3K 出てる、できるこの時。さあ対空の 5B 出してしまって、ジェシー簡単ヒット、たまらずバースト、 D 組ジェシーめくってるよ、なんだそれ。 6K 捉えなしの違い忍法将棋。さあこれは死なないが、画面はめっちゃ動きなくされる、小腹げ勝利で暴れーの。さあ D 突撃には D 区切り大将一本選手はナルバング。さあ開幕3点ぶっ込んで投げは当たんない、投げどの気味けんだ、勝利が決まって、その隙に 5B から AL 入っていく、針打ち上げが当たらない。あれね、ダッシュ、一度目だ、一度目だ。あれね、当たる方、ちゃんと当てる方法あるんですよ。これ、翔さんに教えてもらってね。まあ、後で言いましょう。投げか？エリアル。さあ、2B で、ダブルアップ成功したが、繋がらない。5B の投げ、届き短いんだ。2回目。さあ、とりあえず、強くワンセット。投げ入って、何回投げられるんだ、お前。さあ、ダブルアップ成功。ジェシー DB から、さあ暴れる暴れる、いやー覚醒ボレの釘、接地釘よくある、何回投げられるんだお前は。さあ覚醒ボレ入って、これ死ぬか、死なない、さすがつばけら D ステージベリーでお前何回投げられるんだよ本当によさあナルバグ今日は投げが見えない。タイムディクキータチーとタチーが勝った人、タチーのジェシーから、さあなんかこのゆっくりとしたリボルバー、さすがに穴だらけでやる、エレル入れてってジェシーのタチー取らせて、タチーからジャンプして背中継続したいところだが、なるほど飛んでる、ピチメイクうまいバースト。さあ、JC モンスターめっちゃ見えてるのに、普通に縦でカウンターしてくる。縦 B だったか。まあいいや。とりあえず、地上か。暴れ潰し。あれ、暴れると普通に食らいます。カウンターしてくる。さあ、バングの縦が早い早い。とりあえず、覚醒まで入れて、ダメよりもガナージンを決めることを優先。にしても 3.6K 出てる。痛すぎる。パンチを打つね。さあ、捉えている。だってイゲージがないから覚醒まで連れてられない。さあ、つばくめっちゃスーッとなってますか。キャラさ、キャラさ、かっこわら。さあ、ティーから、ね、サンティーの。さあ、暴れつまって、ラピアンホールから、エリアル入れていく。あれ、多分ループゴンいけるっぽいね。さあ、ディクギ、ディクギ。ぶっ張って、ハリクサまで入れ込んでる。ディクギ、ガリーの昇竜。さあ、タチー、さあ、タスビン見えたか、なんかと簡単してる、よくわからない。さあ、スバイカは、HP がどっとんじょだらか、リティーと、ジェシーと JC 総裁ですガンさん。さあうまい、これはバース読んで、さあまだ分かんないぞ、ぶっ張って、あああ、あれバッグつばきで湧きちゃうんすかいやー勝ったのはこれだね、これこっちこっち、RG にかけず、まだだよ、まだ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 だよ、ごめんなさい完全に悪かった。いいよ。レイチェル。さあ、肉んぼ使えないと言っているが、どうなる？